じゃあ今日はキャンドゥに来ました。キャンドゥ来ました。久しぶりだね。じゃあ今回の企画は、今回もは2人とチャレンジやっていきたいと思います。はい、1人500円ずつやっていきたいと思います。はい、1人500円です。いいですか。じゃあ行きましょう。パパ、パパは違うでしょ。違う、パパはお腹お腹映ってるけど、お腹ねだって目の前にお腹が来たからここがなんか夏コーナーになってるね。この辺 B さんとかさ、水鉄砲とか、この辺が夏のなんか夏っぽいね。これかわいい、かわいい、リミ好きそうだね、水色で。あと亀とかいい、パパのお腹がどうしてもそっち、そこにこれなんだろう、これなんだろう、光る庭に刺すやつ。あー、庭に刺すやつ、太陽光。太陽光、ね、ママと回る。見てこれ可愛くない。うん、この貝殻入ってんの瓶に、これ100円だよ、これ可愛いね、飾ったら。うん、なんかこういうの大好き。あ、可愛い、これも。あ、本当だ。耳好きそう、この青いの。耳の確か映ってないです。貝殻を探しに。ねえ、この辺本当夏っぽいね。夏が来ましたね、梅雨も明けて。あ、ニコニコグッズ。これ買いたい。ん？これ買いたい。ニコニコのコップ？コーヒー飲むだけに。リミコーヒー飲むの？飲む。飲む。うん、100円だよ。あと400円だよ。こっちにもあるよ。あ、リミ、見て、ハリネズミグッズあるよ。ハリネズミグッズめっちゃ可愛い、ほら。可愛くない？うん。ハンドタオルだって。タオル？かわいいね。うん。ハンドタオルって何？見て、付箋もあるし、ポーチに入ってる付箋がハリネズミちゃん。かわいい。どうする？いらない？大丈夫？OK。すごい、この辺も懐かしい。鉄腕アトム。行くのか？うん。あ、ロディもある。あんね。何？かわいい。でもサラダボックスだからちょっとリミちゃんにはちっちゃいかも。これはこれはやったけどな、もうだってほら小学生だからあんまお弁当ない、たまにしかね。けど小学生なのにこれで行ったらさ、恥ずかしい。ちょっとだけ見て、ボトル巾着だって。かわいい、ペットボトルを入れられるのかな。かわいいね、パンダで。しぼちゃんとこ行く。しぼちゃんどこに。あ、帰ってもいいよ。かわいい。あ、スクイーズ発見しました。スクイーズ、あ、しかもマグネットついてる。スクイーズだね、ほらね、いいじゃん、これ。あ、見て、かわいい、これ。黄色のアイス。ピンクのかわいい。ママはこれがかわいい。パイナップル。すごい、スクイーズいっぱい売ってるね。ちーちゃん、どこ行った？キリンさんだ。ちーちゃん。うん。一年生。あれ、はい、もう体力使っちゃった。おお、すごい、素敵。おお、すごいじゃん、できてて。さすがにみんなシェイプアップするの。あ、こっち、こっち、こっち、でも動かない。で、でもこれは握力を鍛えるやつ。うん、見て、
こういうグッズじゃない？つぼがすごい。つぼ？へえ。スクイーズかと思ったらカチカチ。毎日しーちゃんフェイスローラーとか。フェイスローラー。こうやって顔をさ、こう何？君これ持ってた。背中こりほぐしとかあるよ。これはおばさんが選ぶものなの。ママみたいな若い子供たちがいるの。もうおばさんの。ママおばさんでしょ。おばあさんじゃないわ。おばあさん。ママママ。ママね。ばあばじゃないわ。ばあばじゃ失礼な。見て、かわいいよ。あ、かわいい、カメかわいい。カメいるね。あ、サルくんかわいい。お茶のかわいい、お茶る。あ、これなんかこれで作るの。うん。の液で。キャンドルゼリーだ、ね。あ、キャンドルゼリー作れるんだ。キャンドル作る。これに、これを入れて、キャンドルを作る。すごいね。いろいろあるじゃん。これかわいくない？かわいい。金魚マスコット。私オレンジがいい。リミ好きそう。リミこれ好きそう。私買うならオレンジがいい。オレンジがいい。リミ金魚好きじゃない？うん。スクイーズはこんな感じだね。見て、しーちゃん。ん？ほら。綺麗。スライム。見てキラキラスライムがある。ほら。本当だ。綺麗だね。うん、綺麗。見てギャラクシースライムあるよ。あ、すごい。すごい綺麗。ママ見てこれ。あ、可愛い。もちっと和のお餅だって。すごいね。うん、歌が重なってる。うん。うん。これなんだろう。これもスクイーズかな。みっちゃん。ね。スクイーズかな。この辺はサンリオグッズかな。貯金箱。カゴとかね、収納したりするときにね。これかわいい。何これ？キラキラしてる。キラキラしてる。なんかキラキラ玉？なんかキラキラした置物だね。かわいい。これならしーちゃんの机にも合いそうだね。私これ欲しい。うん、じゃあそれにする。うん、しーちゃんまだこれで100円なんだね。まだ1個目、あと4個。どうします？この辺はね、でも普通の文房具だね。これも夏だね。すごい、フラミンゴかわいいね。こっちってフラミンゴ？パイナップルとなんかさ、フラミンゴなんか多くない？多い。多いよね。夏だね。こっちもみんな夏だ。フラミンゴとパイナップルのさ、ほらね、フラミンゴ、コットンマット、コットンマット、これなんかかわいい、敷いたりする。すごい、30パレット。あ、30パレットだよ。すごい。これ買っとこうかな、後でママが別にね、後で別に。私はじゃあ次は、私次ね、うん、マニキュアも。マニキュア行きますか。はい。夏っぽいマニキュアがいいかな。かき氷ネイルだって。へえー、かわいい。いちごかわいい。かわいいね。かき氷ネイル？みぞれ。みぞれもかわいいけど。すごいじゃん、なんか。みぞれ売ってない。あー、みぞれはやっぱり一番人気かな、白だから。売ってない。売ってないか、残念。リミのためにラムネも買っとく。リミちゃんのために？うん。
シミとシミでお揃いにする。これでラムネとイチゴを一個ずつ買うのね。うん、300円になりました。そっか、ね、このみぞれも見たかったね。ね、あとちょっとだけこっち行ってもいい。うん、いいよ。これもかわいいよ、ニュアンスチェンジとか。見えない。あ、なんかかわいい、綺麗だよね。みんな同じ色、綺麗だよ、ほら、みんななんか綺麗。私これ買おう。上から重ねて塗って角度を変えるとキラキラするんだって。こうやって角度をこうやって変えてみるとキラキラするらしい。上から塗る。これもいいね。手持ちのあれに塗れるの。手持ち？今持ってるマニキュアに重ねて塗るんだって。あ、すごい、こっちにもいっぱいじゃん。だからやってたの。すごい。これ買うとあと1個しかない。見て、これ超オレンジとか。かわいい。え、かわいい。このオレンジかわいくない？なんか。早い。今終わった？タッチペンなくしたから、タッチペン、うん、めちゃくちゃいいのたくさんだけど、マニキュア超いっぱいあるね。あ、かわいい。やっぱピンクとか黄色とか、あ、大きいね。ね、すごい綺麗。綺麗だね。綺麗でしょ。すごいいっぱいあるよ。これちょっと買う。ん、どうでした？うん、しーちゃんそれで400円ね。あと1個しか買えないの。あと1個しか買えない。私マニキュアのやっぱそれでまた違うとこ行くか。あと1個。こういうラメもね、つけてみてみる。ね、ラメとかもいっぱいあるね、マニキュアに塗るラメね。でもどうやってつけるんだろうね。上からパラパラって乗せていくんだよ。この前やってもらったじゃん、あの春祭りの時。どうやってこんなパラパラってかけるのに。あのね、ピンセットとかでこうやってやるんだよ。細かい作業だよ。こういうのは、うん、こういうの透明なの。これはあれでしょ、上から塗る。トップコートだから、あのマニキュアが剥がれにくくするためにマニキュアの塗った後に上から重ねて塗るんだよ。そうすると取れにくくなる。トップコート。私これで最後にしましょうかな。これにする？うん。それでいいの？うん。本当？うん。はい。ここ全部マニキュア塗っちゃった。そうだね。まあこれから夏にかけてちょっとね、夏休みだしね、マニキュアできるからね。できるから。いっぱい買っちゃった。そうだね。リミー、私も終わったよ。バナナの剣。バナナの剣。あとね、もう一個の。いちごの指輪。あ、これ楽しそうだね。キウイとかブドウもある。ね、でもどうせ刺して一口パクって食べたら美味しい。そうそう、かわいい、ね。面白そうだね。子供は喜びそうです。バナナの剣。いけ、でもリミちゃんも500円選んだんでしょ。なんかパパコーナーができてる。パパのちょっと秘密の。あれ、なんかパパコーナーできてない。大人の100均。なんか綿棒とか見えたけど。大人の100均コーナーもできてる。あと何これ、落ちなくなる。あー、こんなの売ってるんだ。パパいつも下向くとき。そうかそうか。パパ最近痩せてきたから、眼鏡が落ちる。きっとみんな早く結果を報告してって多分言ってるよ、視聴者さんが。来週健康診断。へー。